1422ラジオ日本住建情報センタープレゼンツ賢者の砦、賢者の砦。こんばんは、村上めぐみです。小泉秀明です。住建情報センタープレゼンツ賢者の砦、今夜も始まりました。はい、小泉さん、はい、今日はこのスタジオの中に、うん、横浜ビーコルセアーズのビーコルマガジンという、はい、取材が入っておりまして。そうですね、皆さんがいつもこう、ね、試合ごととか、はい、あと選手のインタビューとか、はい、すごく楽しみにしてるそのマガジン雑誌ですね。雑誌です、はい、それがなんとこの賢者の砦を取材しに来てくれて、ありがとうございます。ありがとうございます。なのでちょっとあの今日の放送中にカメラのカシャカシャって音が、はい、ね、入ると思うんですけど、撮影音が入りますけど、はい、臨場感たっぷりでお届けしたいと思いますけど、そして、小泉さん、はい、去年の最後の放送で、はいはいはい、バスケットボールのコートを作ってるみたいな感じありましたけど、もう詳細聞かせてください。東山田駅、はい、北山田のね、はい、あの駅の隣の東山田の駅なんですけど、はい、その裏にですね、はい、だからもう本当に駅降りてすぐです、30秒ぐらいのところに今バスケットコートを作っています。バスケットコート、バスケットコート、それはどうしてっていう、まあ、どうしてっていうか、まあ、あれです、はい、スポーツ事業部っていうのをね、はい、立ち上げて、まあ、うち、ほらバスケね、このビーコルセアーズ応援してるじゃないですか、はい、でその中で、いろいろな方とちょっとお話しする中で、はい、そのコートが体育館がなかなか取れないとかっていうのと、あと僕は 3×3 とかそういうのを見ていく中で、はい、あ、こういうの自分らの身近にあったら面白いだろうなと思って、でこれ作れないかなっていうとこからスタートしたんですよ。すごいですね。しかもバスケフルのコートですか、うん、あ、全部一応ね、スリーバイを2面取れて、はいはい、でその両向かいにさせるとフルコートができます。すごいですね。そうだから、アマチュアのその団体の方ともこの間ちょっとお会いさせてもらったんですけど、はい、屋外でいいですよってことであれば、どんどんそのイベントで使ってもらうっていう形で。いや、でも本当バスケットボールの 3×3 もね、はい、すごい盛り上がってますし、うん、そうなんですよ、オリンピック競技になってますからね。うん、うん、だからそういう方たちにもこうどんどんね、使ってもらうというか。いや、素晴らしいですね。駅本当1分かかんないですから。あ、いいですね。電車でチュッと来てもらって、こうして着替えてもらってバッてやってもらう。なるほど、うん、あの昨年の最後の、はい、放送で、はい、高嶋選手にこう、うん、質問してた男の子とかね。あのね、これ実は、うん、その男の子のお父さん、はい、僕ツイッターでつながってるんですよ、はい、でうちバスケットコート作ってるんですって言ったら、もう早速見に行っちゃいました。あれですか、お父さん、小泉さんの夢を見に行ってきましたよって写真撮ってくると思います。いやね、すごいっすよ。こうバスケットボールができる場所があるっていうことが一番ね、そうなんですよ、いいことですよね、うん、だからもう本当にね、あの皆さん一般に、貸し出しもしますので、はい、どんどん利用してもらうと、はい、それとともにバスケにどんどんのめり込んでいっていただいて、ビーコルセアーズものめり込んでいっていただくと。なるほど、こんな感じでいきたいなと。なるほど、ちなみにこのバスケットコート、はい、名前はあるんですか。うん、横浜Bコートです。おー、ちょっと楽しみですね。横浜Bコート、Bコルセアーズみたいでいいでしょう。でそこは取ってないですか。この BのBはビーフマンです。あ、ビーフマンのBとバスケット、そうです。なるほど、いいですね、はい、ということで本日もどうぞ最後までお付き合いください。はい、私たちはハウスドゥです。あなたの家、不動産買い取ります。安心の全国ネットワークハウスドゥ。訪問時にその場で価格提示、ハウスドゥ。安心してお売りください。お問い合わせは0120-45-3170。家、不動産買い取り専門店、江北ニュータウン店まで。賢者の部屋。混迷の時代を勇敢に生き抜く賢者を招き、これからの未来に立ち向かうために様々な提言や生き残る術を模索する賢者の部屋。今夜お迎えしたゲストは芸人鬼ヶ島の和田隆さん、そして横浜ビーコルセアーズ背番号2番、高嶋和隆選手です。よろしくお願いします。お願いします。ゲスト、いやー嬉しいですね。やっぱ選手としてってテンション上がりますね。俺とじゃテンション上がんないのかと。いつも飲んでるんで。多分ここ
ここ3週間ぐらいのこの賢者の砦を聞いてる方は、はい、大体どういう順番で収録をしているのか分かるんじゃないのかなというふうに思いますけども、ね、はい、高島選手はお正月はどうやって過ごされたんですか？正月は、嫁の実家の方に行ったりだとか、いいね、自分の実家に帰ったりだとか、うん、っていうことしてましたね。お雑煮にこう違いはありますか？いやそこまでないのかな。なんか醤油というか若干薄い感じがするかな、向こうの方が。あ、そうなんですね。はい、こっちは醤油、自分の実家は茨城なんですけど、はいはい、まあ、なんか醤油ベースな感じが強いかな。なるほど。え、薄いってどちらなんですか？愛知の方です、ね、ああなるほど。そうなんだ、まあ、濃そうですけどね、愛知ね。なんか味噌、味噌、ね、赤味噌のイメージが強い、うん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 、ありますよね。和田さんはお正月は？まあ、テレビでしたね。忙しかったですよ。テレビに出るんですよね。出たり見たり見たり見たり忙しかったな。なるほど、はい、いやでもそろそろね、うん、やっぱり体も動かしていかないといけませんし。そうですよね。ビコルセアーズも試合が始まりますし。そうですね。ちょっとロスまずだっていきなりジェッツですからね。はいはい、アウェージェッツ、アウェージェッツどうですか？もうチケットはもちろん押さえてあるんで、うん、どうですかジェッツ？いやもう強いチームですし、ただ国際プールで去年、うんうん、劇的な試合をしてるので、はい、なんか向こうのブースターさんもきっと熱くなってるだろうし、なんかそうみたいですね、はい、うん、横浜のブースターさんも多く行かれるみたいなので、うんうんうん、選手としても楽しみかなと思います、うん、結構本当あの試合以来ジェッツブースターの人がビーコル好きっていう人がすごい増えてくれて、そうだから結構コメントくれるんですよ僕に。あれですよね、確かだからその入れ替え戦とかの時とか、はいはい、絶対負けないで、うん、B1 残ってよ、はい、みたいな、でまた戦おうみたいな人結構多くて、まだ借りは返せてないぞみたいなね。そういうのもありました。熱いですよね、うん、すごい。この番組としてはね、島田社長にご出演いただいたので、やっぱちょっとね思い入れのあるチームですよね。そうですね、そうですよね。なんか和田さんは、はい、こう高島選手とこうやってお話しするのとかって結構機会はあるんですか？ビーフマンで偶然一回あったぐらいです。そうなんですね。僕もちょっと初めてで、はい、実際どこの事務所に入ってて何人グループなの全然わからない状態なんですけど。あ、ちょっと自己紹介を、ね、はい、人力車という事務所。あ、人力車、人力車ですね。おぎやはぎ、ドランドドラゴン、はい、アンタッチャブルとか、あ、鬼ヶ島っていう。なるほど、3人組でね。あ、3人組で、はい、トリオなんですね、はい、2013年の、はい、僕ツッコミですかね。ツッコミ、スーパーボケアクション担当ですね、はい、で2013年のキングオブコントの準優勝、なんですよ。そうなんです。いや、実はすごいやつなんですよ。いやもう本当にいつも会場でただ応援してくれる。ただ応援って言い方イメージが強かったのでザクッと言いましたね。応援そうですね。そうなんですよ、ちょっとびっくりしました。だからあれです、ビーコルブースターの人は芸人さんなんだなでなってる人もいるし、もともと芸人鬼ヶ島でこう応援されて、こうファンの、ね、なるほど、もうなんか多種多様のファンの方がいるというね。そうですね。いまだに芸人やってるの知らないブースもいっぱいいます。同じただ見に来てる。あの帽子かぶって、うん、ちなみに高島選手はこうお笑い芸人とかお笑いとか見たりするんですか？は、はい、よく見ます。よく見る、よく見るで知らないとおかしくないですか？はい、いやいや、個人的にも、はい、キリンの田村さんとか、バスケつながり、はい、バスケつながりで結構一緒にお仕事をさせていただいたことがあるので、うん、はい、ちょうど大西ライオンと同期なんですよ俺。事務所は違うんですけど、だから言ってんすよ、ね、今バスケ芸人でやっぱ君の田村さんがもう頭一本抜けてるじゃないですか、うん、そうですね、そこを食えと。あ、 そ, うですね、そこにこうね、うん、絡んでいけと、和田さんゴーみたいな感じで、はい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 、応援してるわけですよ。なるほど、うん、各チームなんかお笑い芸人さんがこう応援してちょこちょこいるんですね。いますよね、いますよね、はい、みんなやっぱ狙ってるんですかね、こう。そう、田村さんを狙うって狙う、食ってかかってる。Bコルはもう和田さんになってますから。なるほど、じゃあ、ぜひ今度から高島選手が好きな芸人はって言ったら、お願いしますって言っていただけ、そうですね、はい、覚えてるかな。そこは出していきましょう、名前を。そうですよね。そして、ちょっとこういう質問をするのは、割と賢者の砦では初めてじゃないかなっていうふうに思いますけど、うん、つい最近は成人式が
あったりとかしたんですけども、うんはいはい、なんかちょっとお二人は二十歳の頃とかどんな感じで過ごされたんですか？二十歳の頃、うん、高島さんは大学生？大学生ですね、まだオラオラバスケをやってた時じゃん。そうですね、まだ色も黒くてちょっとあの話しギャル王みたいな、ギャル王みたいな、ちょっと今高島ファンちょっとがっくしきてるじゃない。高島さんにギャル王時代があったのかと、まあ、やんちゃしてた時代ですよ。なんで色が黒かったんですか？それおかっこよいと思ってっていうことですか？いや、なんかこうできる人は黒いみたいなイメージがあって。そんなイメージあんの？やっぱこう社長さんとか、ちょ黒い社長さんはなんかイメージありません？そう、あれはわかります。その時代ですね。そう、時代でヒサロに通って無駄に焼いてたっていう時代ありましたよね。そうですよね。なんかそのイメージが強すぎちゃって。なるほど。じゃあちょっとできる人を狙って。でもバスケはやってたんですよね？バスケはやってましたもん。結構だからその時バスケの人で黒くしてた人多かったんじゃないですか？多かったと思います。海で焼いたりだとか、うんうん、ヒサロ行ったりだとか、はいはい、多分今じゃ考えられないんじゃないですかね。バスケって屋内スポーツだから焼けないですよね。気温ね、白いイメージ、ね、そうですよね、うん、なんであいつ黒いんだろう。よくわかんないっていうね。和田さんはどうでしょう？僕多分お笑い始めた年ですもんね。あ、初、え、二十歳が、二十歳で養成所入ってっていう。あ、そうなんですね。小泉さんまだあれですもんね、やんちゃ時代ですもんね。もう二十歳ぐらいは。そうですね、ドキンパソ時代ですもんね。もう夜の街をさまよってたっていう。夜の街をさまよってた。いや、本当にちゃんと定職についてないですから。あ、そうなんですね、うん、将来が見えてない時期です。あ、なるほど。俺はこの先どうなっちゃうんだろうって。よもや今ね、あのラジオやってるのに夢にも思わず。そうですよね、うん、建築やってるのも夢にも思わず。そうです、ね、僕そういうところ学校行ってないですから。あ、すごいですね。普通科ですから。そっからすごいですよね。参っちゃいますけどね。村上さんは20歳。私20歳ですか、うん、今とあんまり変わらないですけど、うん、あの携帯にストラップジャラジャラつけてました。ああ、その時代。そうです。でも新しいね、はい、新しいですだいぶ、うん。アユとかの時代ですか？アユもそうですね、アユ、はい、あとは何でしょう、私の時代で言ったら、うん、あ、でも宇多田ヒカルとかが出てきた時ぐらいですよ。出てきたの、うん、そうですよ。あんまじゃ変わんないかもしれないですね。そうですよ、うん、まあ、ちょっと長細い携帯の時代。あ、そうです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 、ようやく持ち始めたぐらい、ね、あ、そっか、一番近いのは高島さんと村上さんだ、年的には、ね、そうですね。村上さんはそこからそうですね、行くじゃん、はい、で俺だいぶ行っちゃう。ポケベル世代なんで。ああ、で小泉さんあれですよね、でかい携帯時代。ノラちゃん時代。それこそ俺が 22,3 ぐらいの時に、はい、あのノラちゃんが持ってる、はい、でかい携帯持ってる人いました。しもしもって言って、うん、あれガチだったんですよ。あれガチですよ。ガチで、ガチだったんだ。あれは怖い系の人とか、はい、そっちの夜の商売の人がこうやってショルダーで持ってたんです、うん、あ、そうなんだ。それがすげえかっこよかったんですよ。すごい時代ですよね、携帯電話持つってこうやって持って。すごい、ね、すごいですよね。でもほら、どこにでも電話出れるなんてそんな人いないから、うん、なかなか見れないわけですよ。そういうことか。でそっからすぐ時代がもう1年ぐらいの間にこの車に電話がつき始めた、自動車電話、うん、でよくあの車の後ろにこうなんていうんですか、静電気防止のこう棒みたいなのが出てるじゃないですか、はい、あれが自動車電話の電波の棒だったんですよ。アンテナだったの？そうなんですか。でやっぱりああいうアンテナの棒がついてるやつだと怖い人の車だから避けた方がいいぞみたいな。なるほど、なるほど。そういう時代です。なんか面白いですね。僕若作りしてますけど結構年いってますから、うん、なるほど。ここで10個違いますよね。そうなんですよ。いや、でもそれこそビーコルの、うん、あの選手にも結構年がね離れてるというか、そうっすね、そうっすね。高島さん真ん中ぐらいかな。僕が真ん中ですね、きっと。多分そうですよね、はい、一番下がジョー君。ジョー君、あ、そうかそうか、うん、で、上がタケさんですもんね。タケさん、タケさん、タケさんが俺同い年なんです。あ、そうなんですか。39で。あ、うん、そうなんですね。そうだからこの間僕タケさんと話した時に、あ、10も違うんだと思ってびっくりしちゃって、うん、はいはいはい、武田健選手ですね、うん、そうですね、はいはい、今年20歳になったことかで、うん、もしかしたらまた同じくね、同じコートに立つ方もいますよね、どんどん増えますよね。いや、そこまでやってればあれですけど、ね、でもあと3年ですよ、全然やってますよ。そうですかね、特別指定の子とか21とかで来るんじゃないですか。21とか、なんかでもすごいですね。なんかそれはそれでちょっとそこまでやってみたいっていうのはあるけれども、うんうん、
まあ、完全にバカにされますよね。いじられると思います。あ、じゃあ僕いつも和田さんにバカにされますよね。でもそういう感じですよ、うちの武田が。うちの武田はいじり方がもう田渡りなんかもう大好物ですよ。りょうくんは誰でもこう、あいつは面白くね、あれはもう面白く料理してくれる。常々待ってますもんね。わりかしいいですね。でもやっぱ織茂さんがいますからね。レジェンドがいるんだ、やっぱ、ね、レジェンドが。でこの間ね、カバヤさんがラジオ出てた来た時にだんだん挨拶行く人いなくなっちゃって、今織茂さんぐらいしかいないんです。先輩に挨拶するね。そうそうそう、やっぱね、試合が始まる前にね、はい、あの向こうのベンチを見て、はい、なんか挨拶しなきゃいけない人がいるなってこう行くんですってね、はい、だんだんいなくなっちゃって、今もうほとんどいなくなって、もう織茂さんしかいないっつって。バスケもそういうのあるんですか、挨拶みたいな。バスケも一応こう大学の先輩だったりとか、はい、まあなんかやっぱ行かなくちゃっていうのはあるみたいですね。でも試合だったら関係ないでしょ。バチバチ、もうバチバチもうやりますよ、ね、ですよね、はい、なんかこうせっかくの機会なんで、うん、ぜひこうブースターの和田さんから高島選手にこう質問とか、うん、あ、そうですよ、そうですよ。もしあれば。この呼び名って何が一番嬉しいんですか。呼び名、そのはい、高島選手とか、カズとか、なんか最近違うなんかあだ名つけられてませんでしたっけ。まずなんでキングって呼ばれてるのかずっと気になってて。キングカズですよ。あ、キングカズの。そうです。あれもタクが言い始まってからもうそうなった。あ、そうなんだ。ツイッター結構今ね、キングって呼んでる人、キングって呼んでる人もいます。多いですね。もう三浦和義さんにもう本当に頭上がらないですけど、もう本当申し訳ないというか。いいですよ、バスケで使ってる人ないですよ。そうですよね。そうですよ。もう最初にもう取っちゃった、うん、大丈夫です、大丈夫です。でもキング統一できます、統一できます。もともとはカズさんって呼ばれてることが多いです。なんかやっぱそのチームそのチームによって違うあだ名やっぱつけられてくんですよね。 あれありません、島尾さんって。島尾っていうのが あるんですよ、はいはい、愛知にいた時の、シーホ、今のシーホース三河にいた時に、はいはいはい、呼ばれてたのはそれです。島尾、そう、島尾っていうのを昨日聞いて、うんうんうん、最近聞いて、そうなんですよ。誰って感じ。島尾って誰みたいな。ピークルの島尾。でも一番気に入ってるのはどれですか。そうですね、まあでもキングって言われるのはちょっと嬉しいです。あ、嬉しい。あ、そこは、あ、誇らしい。誇らしいですよね。でもキングが、ね、キングですね。あとすごいなんか最近ブースターで話し合ってて、はいはい、高島選手ファンとかいいやつ、キングファン、はいはい、と話してて、うん、本当にあのスリーポイント気にしないよねって話になって、お、超言われるんですよね。あ、その距離的にね、はい、だから、はい、もう本当にギリギリのところで打って、はいはい、ブースター的にはスリーみたいなやってるんですけど、うん、踏んでるみたいな結構終わって、あ、もうねそれすげえ癖で、うん、多分あの大学の時に、うん、もともとインサイドの選手なんですよ、はいはい、あの大学までセンターしかやったことなかったので、うんうん、で2点とレイアップでしか点数を取ってなかった人間だったので、はい、なんかその癖が多分抜けないんですよね。一歩外に出れないっていう。なるほど。確実に決めたいからそこにいるみたいな。それ多いですよね。そのなんかね結構ありますよね、うん、はい、そうなんですよ。あの解説の人も間違える時あるからね、うん。あのビーコルのあれも今日、あ、昨日の試合かな、書かれてましたからね、うん、3って書かれてますけど、はいはい、でも2ポイントなんですけど。オフィシャルにはちゃんと2になってましたね。結構これだと、それがね。そうなんですね。それ和田さんにこう問い合わせが来るわけだ。どういうことか、どういうことか、どういう話し合いが。あれもったいないよね。あ、なるほど。ちょっとしたら見ればいいのに、ちょっとだけですからね。本当にちょっと踏んでるだけなんで。いやでもね、俺本当にこの間の前の放送でも言ったけど、あれシュート打つのって本当一瞬で打たないと、もう相手寄せてきちゃうんで、うん、しかも相手大男だから、うん、そうですよね。あれ大変だなって思ったね、俺、うん、ですね。だからまあサビートがゴール下にいるっていうのはまあ怖いでしょうね。やばいっすね。僕ら練習でこうやってるんで、はい、あの高さっていうのは大体こう分かるんですけど、うんうん、まあ、よそのチームはあれ飛んできたらまあビビりますよね。本当ですよね。飛ばなくてもビビりますよね。武田さんも言ってました。本当ですか。あのこのさ選手やべえなっていう人誰ですかって言ったらサビートっすかねって言ってましたよね。本当にあのサビートへのパスが、うん、もう高すぎて、あ、うん、ミスだなって思ったらちょうどいいみたいな。そうですね。そうですよね。あのボードの真ん中より上ぐらいのとこまで投げちゃいますもんね。多分最初あれ慣れるまでが、そんなとこ投げていいのか。する方も大変ですよね。慣れるんですよね。2m20cmありますからね。だってこの前ブロックで飛んでね、飛びすぎて肘でブロックしてますよ。見たことねえよこんなの。
そうですよね。そうあのサイズなのに飛ぶんですよね、うん、で走ってくんですよね。すごいですよね。すごいと思いますね。サビートという生き物なのかもしれない。人間とかじゃない、サビートっていう種類だから、うん、じゃあもう一人ぐらい、ね、外国人枠取ってもいいんじゃないかっていう。サビートサビートね、うん、枠ができんのね。枠がもう一個だけ空いていただいて。むちゃくちゃ言ってんな。超優劣ですけどこっちに。いやそうですよね。なんかこう高島選手の方からこうブースターさんってっていうなんかこう質問とかありますか。ブースターさんってなんかなんだろう、ブースターさんに対する質問というか。質問ですか、うん、そうですね。なんかこう結構やっぱ毎回こう会場で、はい、よく見る顔っていうのがいるんですけど、いやまあすごいなと、はい、とりあえず土日返上でこう応援しに来てくれるっていうのは、なんか普段こうなんだろう、家族の時間とかっていうのはどうしてるのかなっていうのをすごく気になりますよね、はいはい、それは結構みんなないがしろにしてるよね。で僕に関してはバツイチなんで、ないがしろにしたくなかったんですけど、ね、あれ結構あとなんだろう、夫婦揃って来てる人てそれ一番いいですよね。そうですね、で子供も入れてっていう、いいですよ、うん、でもブースターさんの中にはその中でやっぱ奥様がすごい突っ走っちゃって、うん、奥様は1階で見るんだけど、はい、旦那さんと子供は2階で見てるみたいな、家族もあるし、あと新婚なんだけど、うん、その自分は男の子は見に来るんだけど、はい、奥さんは全然ついてきてくれないとかっていう、うん、まあ、結構引きこもごもみんなブースターでね、事情が違うんですよ。なるほど、うん、で結構ブースター同士であの子が好きとかありますもんね。あ、そうなんですか。深く入ってると、はい、ブースターさんの中でもこう推し編みたいな。推し編みたいな、ありますもんね。サトタクが入ってきて結構面白いですもんね。あ、そうなんですね、うん、もうだいぶ変動しました。本当ですか、うん、あのギャップにやられた感じですか。あの2人のね、まあ、ジョー君も新加入です、あの2人が入った時にかなり地殻変動が起きまして、うん、はあ、それってやっぱ分かります、うん、あれ俺のファンだったのになみたいな。いやどうだろう、実は高島さんのファンは移動してないのよ。おそっからは定着率が、俺、はい、それちゃんと分かってる。そのなんか離れちゃった人が知りたいですよ。あ、離れちゃった人はあれですよ、言わなくていいですよ。言わなくていいですよ。余計なこと言うな。そうですよ。いやいやいや、結構へこみますからね。あ、そうですよね。高島さんはもうずっと高島一つで、はい、そうですよ。キング推しということでね。いや本当になんかこゆるくていいね。ね、ゆるくていいですね。そうそう、本当に元社会派番組って細かく言っていきましょうね。途中から聞いた人は分かんなくなっちゃいますからね。たまりさんと呼んでね、ちょっとしっかりすれば大丈夫ですね。いや、まあ、ちょっと今日ここで和田さんと高島選手がこう繋がれたのでね、うん、なんか今後まあこうニンニク部とかもいろいろありますから、うん、なんかそういうところでブースターさん巻き込んで ね、やっとだから芸人って知ってもらえたんで、うん、よかったですね、うん、今日がスタートですね。じゃあ選手の方は知らないんですかね。いや、なんかビーコルを応援してくれてる芸人さんはいるよと、いるよとは言ってて、けどそれとその存在とこのハットが結びつかなかった。そうですね。じゃあそのハットだけ脱がないでしょ。脱いだのも分かんないで、じゃあ高島さんに紹介してもらって、はい、よく見に来てる土日来てるハットの人は、はい、芸人さんですよと、うん、これから田村を食いに行くぞ。あ、そう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 、そんな感じでこう、そうですね。でこの間ってほらブルゾンチームにブルゾンチーム、びっくりしたんですもん、あれは。だそのぐらい偉い人なんですよ、やっぱ芸歴長いので。芸歴やっぱ19年だからね。はい、なるほど、ちょっとこれからもね、うん、そういう普及活動していただいて、はい、で高島さんともつながったの で、そうです、ね、もっとなんかこう、うん、巻き込んでいろいろね、やっていただければと思います、うん、ということで本日お招きしたゲストは、はい、芸人鬼ヶ島の和田隆さん、そして横浜ビーコルセアーツ背番号2番高島和孝選手でした。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。天然素材だけで作る家、体に悪いものは使わない、すべて無添加、無添加住宅、ご用命は正規代理店へ。本日のゲストは芸人の鬼ヶ島和田隆さん、そして横浜ビーコルセアーズ背番号2番高島和孝選手でした。小泉さん、いかがでしたか。はい、
あの面白かったですね、あの組み合わせがね、なんか新たな組み合わせでしたよ、ね、でお互いあの一応分かってはいるんですけど、はい、よく分かってないです、ね、そうですねこういう化学反応は、はい、この賢者の砦で面白いですね、面白いですよね、いろいろやりたいですね、そうですね、うん、いやちょっと今後も、うん、和田隆と会いたい選手ね、あ逆ですね、選手に会いたい、あ そ, うかそうなっちゃうといっぱいいるから、でもそうするとなんか少ないみたいなまた最後ディスってるよ、はい、ということで、ということで、はい、重建情報センタープレゼンツ賢者の砦、来週もお楽しみに。パーソナリティは村上恵と小泉秀明でした。Shall I take you so soon?